アイスフォールは2014年にも数多くの犠牲者を出した。1970年4月5日、6人のネパール人、シェルパがエベレストで命を落とした。アイスフォールのなだれによる遭難であった。このアイスフォールはベースキャンプと第一キャンプの間にあり、2014年のエベレスト遭難事故を含め多数の死者を出している場所である。シェルパたちはエベレストで最初に、 スキー格好をする、三浦雄一郎を含む日本、エベレストスキー探検隊の支援をしていた。シェルパたちの名は、ミマノルブ、ニマドルジェ、セリング、ターキー、パサング、クンガノルブ、カミセリングといった。さらに、その4日後、セラックから落下した氷塊によって、客セリングが遭難死したが、彼は、日本産学界エベレストと残体に加わっていた。なお、 日本産学会エベレスト登山隊では日本人隊員の一人成田清が4月21日に第一キャンプで体調を崩し死去している。5月11日に日本人初登頂を果たした松浦照夫と植村直樹はエベレストの頂上に成田の遺発と写真を埋めた。ありがとうございます。